どうもこんにちは、アンティークテーブルレアの瀬野です。今日のこの動画はですね、フランスにあるクリニャンクールの街並みを中心にご覧いただきたいというふうに思います。でですね、前回の動画なんですけども、前回の動画っていうのはどっちかというとこのクリニャンクールの中にある超高級店のご紹介がメインだったんですね。で、今回のはもうご存知の通り、クリニャンクールってそういった高級店だけじゃないですから、ピンからキリまであるんですね。安いお店から、まあそういった雑貨が売ってあるお店まで。で、この動画っていうのは、どっちかというとそっちのこう雑貨みたいな商品っていうのをメインにご覧いただきたいなというふうに思っております。でですね、今からですね、ちょっと簡単にクリニャンクールについてお話をしていくんですけども、大体ですね、このクリニャンクールのお店が開く時間っていうのは、9時からポツポツポツとお店が開いていって、10時ぐらいで、だいたいですね、僕の感覚なんですけど 50% ぐらいのお店が開いて、11時になったらまあ9割方開いてるかなというような感じなんですね。僕はですね、結構もう早く行くタイプで下見とかをして回るんですけども、まあ9時に行くんですよね、いつも。でもいつも思うんですけど、9時に行ってもやっぱ開いてないんですよね。でも開いてる時もあるんですよ。で、なんでこういうことが起きるかっていうと、ちょっと私たちの感覚とは違うんですよね。私たちは10時オープンなら10時オープン、9時オープンなら9時オープンってもう決まってるじゃないですか。でも向こうの人たちっていうのはちょっと感覚が私たちは違ってて、ああちょっと今日だりーなー、まあ今日は11時でいっかとか、今日はね調子だから10時に開けようかみたいな感じなんですよ。で、分かりやすいのが、例えばこう昼時とかに行くと店の前にですね、店の鍵が閉めてあって、店の前に張り紙が貼ってあるんですね。で、ちょっとご飯食べ行ってくるから、なんか用事があるときはここに電話してみたいな感じの張り紙が書いてあるんですよ。で、なんか電話かかってきたら戻ってくるよみたいな感じなんですよね。そんな感じで、こう営業中がずっと空いてるっていうような感じじゃなくて、途中に空白の時間があって、その時はなんか電話で呼んでねみたいな感じのやり方なんですよね。まあそういった感じのクリニャンクールなんですけども、まあクリニャンクールっていうか、まあヨーロッパの方全体的にそんな感じなんですけどね。じゃあね、このクリニャンクールってなんでこんなになってんのかっていう話をね、今からしようと思うんですけど、もともとですね、これ18世紀ぐらいのお話になるんですけども、オスマンって人がいたんですよね。で、オスマンって人が、よっしゃと、パリもね、まあイギリスに負けずとも最強国家になってきたよねと。でもね、やっぱりイギリスに負けてるよねというふうに考えるんですね。やっぱりね、パリって言えばフランスの一等地だから、やっぱり世界中の人々に見せるためにももう一回ここをね、再構築しようということで、新しいね、都市開発計画が生まれたんですね。で、その当時のパリにはどんな人が住んでたかっていうと、もちろんもうめっちゃすごい富裕層の人たちがたくさんいたわけですね。ただもちろんそういった富裕層だけが住んでいたかっていうとそうじゃなくて、やっぱりその富裕層が使わなくなったものをもらって、そしてそれをまあ売るっていう廃品回収業者みたいな人たちもいたわけなんですね。富裕層から出たいらない家具とか、まあ、ネックレスとか、そういった食器とかですねをもらって、まあやっぱそういったものってもうどっかが壊れてるんですね。だから自分たちでそれを修理してもう一回売る、そしてそれで生計を立ててやっているという人たちが一定数いたわけですよ。で、オスマンさんはそこでどういうふうに思ったかって言いますと、あのみすぼらしい廃品業者どもがと思ったんですね。ああいうやつがいるからパリは治安が悪いように見られるんだよと、景観が悪く見られるんだよというふうに思ったんですね。で、オスマンさんはね、思ったんですよ。もうあいつら邪魔だからどっかに引っ越しさせるかというふうに思ったんですね。で、そこでパリから、ちょっと君たちちょっとどっか行ってくれるっつって、クリニャンクールに移動させられたわけなんですよ。で、これがクリニャンクールの、まずの最初の成り立ちなんですね。で、そういった廃品回収業者の人たちは、まあ、ほぼほぼもうそういった系列の仕事をしてるわけじゃないですか。クリニャンクール一帯に住んでる人たちは。で、そういう人たちがね、力を合わせて、どういうふうにして、これから生計を立てていこうかというふうに考えたときに、みんなでね、話し合って、あ、そうやと。じゃあ、日曜に、そういった感じでフリマみたいなやつ開いたらどうっていう話し合いがあったんですね。
でその時にああそれいいじゃんっていう風にみんなで納得していろんなお店ができていって、そこであの日曜日にフリマを開催するという風になったわけなんですよね。まあこれがねクリニャンクルの本当簡単な成り立ちという風になっております。でですね、まあこの動画っていうのは基本的にはこの雰囲気を楽しんでもらう動画なんですけども、いろんなものが売ってあるんですよね。でそれもめちゃくちゃ安いんですよ。何十円とかから何百円ぐらい、まあねその値段が上はねほんといろいろいっぱいあるんですけども、まあこういったね人形とかもだいたいね600円ぐらいで売ってあるんですよね。だからこう日本にはあまりないようなものってのもかなり安く購入することができると思います。ただですね、クリニャンクールさっきも言ったんですけど、この区画内に3000店舗あるんですよね。で3000店舗を1日で見れるかっていうと見れないんですよね。まあ1日どう効率よく回ってもまあ3000店舗のね店の前を歩くことはできるでしょうけど、その中に入ってもう全部チェックするっていうのは無理じゃないですか。だからこうもともとこの店に行くっていう目的があって、これを買うっていう目的があればいいんでしょうけど、そういう目的がないんであればやっぱねこう買うってのはね難しいと思いますね。こう掘り出し物を探すっていうね意味合いが結構ね蚤の市って大きいと思うんですけど、なかなかねそう簡単にはいけませんよというような感じですよね。まあこうふらーっと行って、あこれいいねっつって買えるタイプだったらねいいと思うんですけど、うんこれ買おうかなどうしようかなみたいな感じで迷っちゃう方はですね、なかなかそう簡単に買えないんじゃないかなと思いますね。まあただですね、さっきも言った通り結構安いんで、まあねそういったこうお金使うことにこうあまり抵抗感がない方はですね、もうボコボコ買って問題はないと思いますけどね。僕はねやっぱこうこれ買って売れるだろうかというのを結構考えないといけないんで、まあねもうこれただ単に動画のために撮影しているような感じになっているんですね。こんな感じですね、ほんといろんな可愛らしいブローチとかねピンバッジとかネックレスとかがあるんですよね。でこういったのもねめちゃくちゃ安いんですよね。ただどういった価値があるのかは分かんないという感じですね。でまあ僕はですねある程度行ってるんで、大体こう行けばここに着くっていうのが分かるんですけど、やっぱり初めて行くとですねもう本当迷路に迷ったような感じになるんですよね。まあ本当この細い道からまた細い道につながって、その次の道に通じてるみたいな感じなんですよ。ただその間にこう大きい通りにぶつかるようになってるんで、まあそこはね迷子になることはないと思うんですけども、一回行った道にもう一回あの店行きたいなと思って行こうと思ってもなかなかねそれは難しいんじゃないかなっていうのが僕の印象ですね。でこんな感じですね、こう物を買わずともですね、フランスの街並みっていうかこうフリマクリニャンクールの街並み、そういったものを見るだけでもですね十分ね楽しめると思います。で僕がですねこれ撮影してるのがおそらく11時ぐらいだと思うんですけど、この時がですね、朝まで雨降ってたんですよね。僕9時に行ったんですけど、9時には雨降ってて濡れながらちょっと下見をしたんですけども、まあ、そこからねだんだん2時間経ってちょうど晴れてくれていい感じになってくれたんじゃないかと思いますね。こういった感じですね、屋根があるところもあるんですよね。屋根があるところの中に入ってる店とかもあるんですけど、大体 50% ぐらいかな、それぐらいは屋根なしなんですよね。だから雨が降ったらねちょっとだるいかなってのがありますね。まあそれでもですね 50% はこういった感じで屋根ありのお店なんで楽しむことはできると思うんですけどね。まあ、こういった感じで家具も売ってますよと。で、このシャンデリアの多分土台の部分だけですよね。そういった、これどうやって使うんかなみたいなのも本当にたくさん売ってあります。こう、なんていうんですか、僕たちって鍋と蓋セットじゃないと売れないっていうのってある程度わかるじゃないですか。でも向こうの人たちの感覚っていうのは、もうその物体としてあれば売るっていう感じなんですよね。だから蓋だけであっても、その
別のと組み合わせて使えることができるじゃんみたいな感覚なんですよ。まあそういった感じですね。本当にもうあるものは売っていくというような感じで、いろんなものがね売ってありますね。こういった感じでですね、可愛い食器とかもね並べてあるんで、見る分はですねすごく楽しいですよね。結構ね歩くんで、ほんとちっちゃいバッグとか、こう通りとか狭いじゃないですか、こんな感じで。だからでかいバッグだったら人とすれ違う時に結構当たるんですよね。だからできるだけ身軽な状態で行った方がいいと思いますね。あとクリニャンクール大体ですね現金で払うことが多いです。カード使える店もあるっちゃあるんですけど、基本的には現金ですね。だからまあスリとかにも気をつけながら、ある程度の現金を持って、まあもうこれぐらいしか使わないというように決めた金額だけを持って、この場に赴くのが一番いいんじゃなかろうかというふうに思いますね。結構ね取られる方も多いらしいですからね。僕はまだ取られたことないですけどね。でですね、これがこう一番最初に見ていただきたい感じのクリニャンクールのザ・フランスっていうところの場所なんですよね。でクリニャンクールの場所がここがこうでここがこうでって言ってもいいんですけど、多分ねほとんどの方が行ったことがない方と思うんで、まあ、とりあえずこの動画ではその雰囲気を楽しんでいただいて、この次に来る動画なんですけども、この次に来るところがちょっとねクリニャンクールっぽくないんですよね。でもそういったところを見ていくのもまた楽しいんじゃないかと思って、一応撮影をしてるんで、あ、クリニャンクールってこんなのもあんのねというところをね楽しんでいただけたらなというふうに思います。でこれが何ですかね、ちょっと大きい通りがあるんですけども、その通りをまたいだところの区域なんですよね。でこの区域になってくると、まあまあちゃんとした店もあるのはあるんですけど、どっちかっていうとですね、もう結構クリニャンクールの中でも仮想区域みたいな感じなんですよ。結構ねディープな世界なんですよね。でこの世界もねちょっと一応みんなに見てもらって、へえー、そうなん、フランスってこんな感じなの、まあ、クリニャンクールの一角でこういうところもあるのねってのをね、まあ一つ見てほしいなというふうに思います。まあまだね前半の方は結構ねフランス寄りだと思いますね。まあこういった感じでこう何ていうんですかね、こうシャッターに落書きしてあるじゃないですか。ああいったのもねだんだんと増えてくるんですよね。じゃあね、ちょっとこう歩くシーンがまだ続くんで、一旦ですね僕のアテレコを止めて、まあ、この風景をご覧いただきながら、もう一回僕が出てくる時にもう一回話しますね。ここがですね、まあ、ちょっと映ってるこのテーブルの上は違うんですけど、今ここに扉があるじゃないですか。この扉のこのお店が昔ガレが結構売ってあったんですよね。だからまた売ってあるのかなと思って見てたんですけど、もうどうやら取り扱いがなくなってるみたいで、ここには入ったものの何も買うことができなかったというような感じなんですよね。ああそれそれ OKOK、 ちょっと撮影やめてくれるって言われたんで、もうガレないっていうのはすぐに分かったんで、ああごめんねっつって出てきたところなんですよね。まあなかなかねこういったところまで入って撮影するって人もいないでしょうからね。結構ね嫌がる人は嫌がるんですよね。
そうですね、これも多分中の電気って今ついてたじゃないですか。でも鍵がかけてあったんですよね。ってことは多分あのどっか近くのレストランとかバーに行ってご飯食べてると思うんですよ。まあ、こういったものもね結構ねあるあるなんですよね。だからもう一回ね時間を置いてまあ見に行くかというような感じでまた時間を置いて行ったんですけどね。あそこはまあ、こういったブローチとかもね可愛らしいのがたくさん売ってあるんですよね。でアパレルの区画みたいなんですねこの先ってのが。だからね結構アパレル屋さんが増えてくるんですけど、クリニャンクールとアパレルってなかなかねこう相性が良くないと思うんですよね。だってこうどっちかというと飲みの市じゃないですか。でもアパレルとかっていうと飲みの市にアパレルって感じになりません？なんで、まあ、ここにこんなねアパレルの空間があってねいいんかなって思うんですけどね。まあ、こういったアパレルとかじゃないですよね。こう古い洋服とかのアパレルじゃなくて本当に新品の洋服の区画に今から入っていくんですよ。まあ、この辺もねもうちょっとこうだいぶ違うだろうって感じなんですけどね。飲みの市のヴィンテージとかアンティークとかからですね。でここは本屋さんですね。昔の本が並べてあったみたいです。僕はねもうフランス語なんて読めないんで何にも興味なくね、ああこんなんがあるんだと思って普通に通り過ぎていったんですけどね。
はい、こっからですね。もうこっからがだいぶ異世界に入っていくんですけど、ここですね、この通りですね。ここがなんていうんですか黒人の人たちが集まって出してる店の区画みたいなんですよね。で、どういうものが売ってるかって言いますと、まあ黒人の人もそうなんですけど、フランス人の人もいるんですけどね。で、この区画がですね、まあほぼほぼ 99.9% そうだと思うんですけど、偽物を売ってある区画なんですよね。だから中国で作られているドラえもんとかキティちゃんとか、あとはグッチとかね、ヴィトンとかで、そういったものが普通にこういった感じで露店で売られている、そういう場所なんですよね。で、ナイキとかもね、シュプリームとか、そういったいろんな偽物がここで売ってあって、値段もねそれなりに安い値段で販売されています。ただね、こうクリニャンクールでこういう場所があるのかっていうのはね、僕はもう全然知らなかったんで、まあ実際こう通ろうとも今まで思ってなかったですからね。で、実際にこうやって通ってみると、こうなんていうか、祭りの屋台みたいな感じじゃないですか。本当にこんな感じなんですよ。こんな感じで売ってあって、もしかしたらね、ちょっとこう撮影、この延長線上もっとね通りがずっと長く続くんですけど、撮影がねもうあと2分しかないんでできてないかもしれないんですけど、もう撮らないで撮らないでってずっと言われてるんですよね。なんでちょっとね、撮影がここら辺までしかできてないはずなんですけど、本当にこういった感じですね。クリニャンクールらしくない場所ってのも結構あるなという感じなんですよね。で、通りもねまた狭くなるんですよね。通路にいっぱい人が出てきてるし、あ、こんな感じです。そうそう、こんな感じです。これもう全部偽物ですね。でもブランドはあるんですよ、ちゃんと。さっき言ったナイキとかね、アディダスとか、そういったブランドがつけてあって販売してある。でもこんな感じ、10ユーロなんですよね。激安なんですよ。で、この靴ですね、多分これナイキ屋さんでしょうね、偽物の。で、ずっとですね、こうあんま動画では映ってないんですけど、こう隣からですね、本当真横について、イヤホン売られたりとか、ネックレスこれどうこれどうって言ってきたりとか、もう本当そんな感じでずっとね、こう小物をね売ろうとしてくるんですよね。でも、ああオッケーオッケー、ああオッケーっつって全部流してこの通りを抜けていったんですけどね。ああ、そうそう、こんな感じですね。こんな感じでやっぱね、こうアパレルがメインなんですよね、ここら辺ってのは。で、僕の見た感じなんですけど、特段ね売れてるような感じもなかったんですよね。だから、まあ実際のところね、僕がたまたまこれ行った時に売れてなかっただけなのかもしれないですけど、人気があるのかどうかっていうのはね、ちょっと僕は分かんなかったですね。こういった商品に需要があるかどうかっていうのはですね。で、このままこういった感じの道が続いていくというような感じですね。はい、という感じですね。今日はクリニャンクールの街並み風景をご紹介させていただきました。